明日も北日本では雨が降る空模様となりますでしょうか。そうですね、明日は午前中ぐらいまでは目安として雨が降る、また雪が降るというふうに見ておいた方が良さそうです。はい、ではですね、今夜から明日にかけての低気圧の動き見ていきたいと思いますが、まずはこちら、今夜7日21日の予想天気図なんですけども、日本海にある低気圧、こちらの方、天気図上にはありませんが、そこから前線が伸びているというふうに見ておいてください。はい、でこの低気圧が明日の午前9時には北海道の東の方にこう移動していくといった形となるわけなんですけども、ただその後もこの高気圧と低気圧の間を流れる湿った風、日本海からの風が少し北日本の方は入りやすいかなというふうに思った方が良さそうです。はい、で今夜9時からの北日本エリア、天気の流れを見ていきます。オレンジが晴れです。グレーが曇り、青が雨、白が雪です。時間の方を進めていくと、だんだんと降水エリアの方は狭くなってくる、減ってくるわけなんですが、はい、ただですね、じゃあ完全に止むかというとなかなか止まない、午前中いっぱいはやはり降りやすい状態が続くかなというふうに見ておいた方が良さそうです。はい、分かりました。北日本午前中は雨や雪の降りやすい天気続いていきそうです。ただ日中は天気回復に向かい、日差しが届くところ多くなりそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。